みんな疲れっぴー、ぬきだよ。はい、今回は YouTuber2 周年企画でお送りします。やり方は前回と同じ。ぬきとちっこはいがそれぞれキーワードを動画の最後に発表して、それを集めて応募してくれるとクリスマスの日にプレゼントをあげちゃうよっていう企画になっております。やる期間は全部で3日間、それぞれちっこはいとぬき交互でプレゼントしちゃうよ。ではそれ金額を決めてやっていきます。1600円。ではね、1600円で景品を見つけてやっていこうと思います。では面白い台を見つけたので、そちらをやっていきます。こちらもののけ姫の小玉ですね。こちらのぬいぐるみマスコット、それをやっていこうと思います。え、どうしよう、もう取れちゃう。あ、そんなうまいことはなかったか。来た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 、こちらでゲットになります。こだま、かわいい。下の方はね、なんかビーズみたいなのが入ってる。ではね、こちらゲットしたので、あと14回かな、台を探してやっていこう。あ、でもちょっと待って、隣の良くない？隣のいいね。これやっていこうかな。これやっていきます。次の景品もこちらになりますね。さっき紹介したけど改めて、スヌーピーのディズニークリア、スヌーピーとディズニーのクリアボトル、こちらをやっていこうかな。これは多分ね、ちょっと足元ずらしてあげるのもポイントだと思う。そうそう、こうやってね、足元ずらしてあげてね。そう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 、ここまで来たら押してあげればいいんだよね。よし、ピンポイントど真ん中、バーン、やったー。飲み応えがある。ではよかった、どうしようかな。ゲットしたので他の台いきます。では次の景品こちら、またまた来ちゃいました、フィギュアです。鏡ねりんだね、リンチャーだね。ウィンターライブ、マーチングバンドみたいな服装してるね。ではこちらを残り11回あるんでね、やっていこうと思います。では行きます。あれ待って、これもうゲットできちゃわない？気のせい？もうゲットできそうじゃない？来た、縦ハメ、縦ハメ、ここからが真骨頂らしいですよ、縦ハメの方の。何て狙うんだろう。わかんねえ。来た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 よ。これで押せばいいのかな。いや違う、そう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 、こういう時は奥を狙うの、奥側狙ってくるって回してあげるんだって。ゲットです。片目初成功、やばいね、今回やばいね。あと7回残ってる、どうしよう。なのでちょっとまた景品探していこうと思います。行ってきます。ではね、次の景品見つけました。こちらスーパーバーのドリップコーヒー、スタバのね、ドリップコーヒーを見つけたので、こちらの台をやっていこうかな。僕はね、コーヒー結構好きなんだよ。
で紅茶も好きなんだけど、どっちもお砂糖とミルクなしで飲むタイプだから、ちょっとこれ欲しいなって思って飲みたいな。マジ？お、いい感じいい感じ。最近ね、朝コーヒーブレイクするのが好き。文字通りのコーヒーブレイクだよね。お、もう一押し。来た。ででん。ブレンドコーヒー。ライトノートだって。途中で入れているうちに、この底の部分がコーヒーの液体にくっつかないから、いい感じ。2回分他の景品探しとっていきます。では行ってきます。どうして？それでは最後の2回で挑戦する景品、こちらサクマ式ドロップス。いやいいね、これ普通にお店でも売ってるけどね、景品としてゲットできるのもまたいいかもね。こちらやっていきます。そうだね、失敗したね。きたー、サクマ式ドロップスゲット。いいね、もう今日は絶好調。ではこだま、ジブリからのね、ジブリもののけ姫に出てくるこだまのマスコットぬいぐるみです。かわいいね。では次、スヌーピーのね、フラッシュロングボトル。まさかのとんでもない少ない回数でゲットできた。初音ミクシリーズウィンターライブ、鏡音凛ちゃん。スタバのドリップコーヒー、こちらもリアルで欲しいですね。最後、サクマ式ドロップス。美味しそう。やばいね、1600円でこれだよ。今回はこんな感じでゲットしました。それではね、今回はここまでです。そして本日のキーワード、本日のキーワードはんです。こんな感じで書くやつ。今回はここまでです。見てくれてありがとうございました。またヌッキーの番でお会いしましょう。それでは次回がね、キーワード最後です。最後のキーワードになります。それではバイバイ。次回のヌッキーお楽しみに。